あとセメントと修理用交換部品か。ここか。修理用交換部品はここか。なるほどね。パイプ消火、これ1、2、4スロだね。すごい、5個か。じゃあ、ペイスターかな。トレーラー持っていかないとダメだな。オッケー。ここで、修理用交換部品を2個積むんだね。全然曲がれねえな。こいつあれか、荷台がぶつかってんのか。あの後ろのトレーラーに、そのせいで急角度に曲がれないんだ。なるほどね、そんな罠があったとかな。でここの長い橋にの付近にね、車引っ張り上げるやつがあるんだよね、タスクが。だからこの海岸に降りられるルートと登ってこれるルートを選定しなきゃいけないんだけど、大きく回り込めば上流も下流も行けそうではあるか。車はどれだ。あれか、この辺はちょっと降りられないね。かなり上流もしくは下流に回り込まないとダメだな。ここからかな。かもね。OK。ここで、どうしようかな。このまま行ってもいいんだけどな。まあ、荷物。変なところで落っことしても嫌だから、分離していくか。いや、持ってってあっちにも化石さえした方が良かったかな。まずったかもな。毎回まずってんな、なんだかんだ。まずセメント積むよね。もうまあいいけど、いいけど。で町、これがねここに届けんだけど、コンクリートブロックとパイプショー、それは両方ともここピックアップなんだよね。ここは何？あ、コンクリートブロックってここでもいいんだ。まあいいか。なのでコンクリートブロックとパイプ、これも一緒に積みたいんだよね。
セメント、入れ、あいやこれはちょっとダメな気がするけど、まあ気をつけて帰るか。まあ安定してるっぽいといえばしてるっぽい。フェイスターは意外と頑張るね。おっとこれやばいか。おー危ねえ、今木に当たりそうだった。どうしようかな。こいつに来てもらうか。OK。で、クリートブロック。オッケー。これで1,2,3,4スローか、あと1スロー空いてるのか。ちょっとどいてもらってだね。で向かうと。いやー結構大変だったね。OK 到着。ほい、調査チームから物資が全部届いたという連絡があった。協力に感謝するよ。はい、ありがとうございます。さてと、これで次は町への物資供給、これが今あと板材以外は積んであるからよくて、燃料ドラム缶ここか。もう5個なんだね。ここに行って化石さえさせるか。あ、まあそんなことしなくてもこいつで行けば5枠なのか。いや4枠だけど、ちょっと化石さえすればいけるか。じゃあこれだな。でこいつだ。最高。
1個枠空いてんのか。じゃあこれ化石さえしなくても、っていうかなんかトレーラー置いてあるな。なんか積んであるな。なんだろう、こいつが1個積めばそれで事足りるんじゃないのか。あ、トレーラー何も乗ってなくない？これからだね。なんだ、じゃあこれ使えば乗るじゃん。燃料ドラム缶でいいんだっけ。ああそうだね、燃料ドラム缶かける5。まずこれだろ。まあ、本当は積み替えができればよかったけど、クレーンがついてないからね。いや、これいけるかな。ちょっと長すぎるんじゃないかな。いや、抜けれる？ほら、もう厳しいって。いや、ちょっとこれ難しい気がするけど、まあまあいけるところまで行ってみよう。ルートとしてはこっちか。曲がれるかな。いや、これは無理だな。わかった、もうこれは素直に一個ずつ行こう。変に引っかかって身動き取れなくなるよりはよっぽどいいよ。おいおいおい、転がってくんだ。ほんで空港にドラム缶が5つで、街でここか。なるほど、これクレーン出して積み替えないとダメだな。
とよっとっとっと、おお、やばいぞで、これを空港まで持っていくんだな。ちょっと2回通ることになっちゃうけど、まあ距離近いしいいわ。町へも持ってくればよかったんだけど、めんどくさくなっちゃった。 OK、 到着ですね。燃料ドラム缶持ってきましたよ。ありがとう。飛行機を遊ばせておくわけにはいかないからな。時は金なりだ。なるほど、飛行機の燃料だったんだね。でだね、で町これだ。まあね、クレーン担当みたいな扱いにされてるけど、こいつもれっきとしたオフロードトラックだからね。デフロックがないからいまいち徴用されてないけど、貴重なオフロードトラックであることには変わりないからね。はい、持ってきたよ。OK、 あと板材だね。いや結構走るなこいつも。クレーン担当じゃなくしてあげる。いやでもデフロックないな、しんどいんだよな。でこいつだな。さて、結構なんだかんだ片付いてきましたね。それでは今回この辺にしときましょうかね。それではまた次回お会いいたしましょう。以上ねむたげでした。